アルマジロおじいさんの昔話だよ。今日は昔あった不思議なお話をしようと思います。時は昭和20年、戦争も末期に入った頃のお話です。この当時、プロジェクトフラといって、アメリカからソビエトに支援物資を送っていました。この物資の受け取りに極東で運用されていた11隻のカニ公船もアメリカへ送り出されました。さて、ソビエトからアメリカへ向かう11隻のお船、第1カニ公船、第2カニ公船、第3カニ公船、第4カニ公船、第5カニ公船、カムチャッカ、ラムット、タンガス、ユカギール、ギリアーク、コリアーク、なんか一隻多いですね。なんか12番目は一体何の船なんでしょう。アメリカへ到着した船は、順番に並んでアメリカから物資をもらいました。しれっと12番目に並んでいた船も列の後ろに並んで、物をもらって帰りました。アメリカで物資をもらったカニ公船たちは、意気揚々とウラジオストックへ向かい、海を走って帰りました。なぜか一隻多い船は、ずーっと回って、日本海へ入るとウラジオストックへは向かわず、なんか北海道の下の方のちょっと上に出っ張ってるあたりの、ニシン漁とかしてるあたりの港へ向かいました。そう、この第6カニ公船を名乗っていた謎の船の正体は、日本の密貿易船だったのです。しれっとアメリカからタダで物資をもらって日本へ密輸していたのでした。この船は昔は英国のベナティ級貨物船ベンラウワーズでした。昭和20年頃はソビエトの第6カニ公船を名乗っていた船です。あれ？5番目までしかいないはずなのに、6番目？実はソビエトは1930年にイギリスから中古の貨物船を買って、日本でカニ公船に改造して、そのまま日本人が乗り込んで、日本人の船頭が経営していたのです。いわゆる名義貸し経営ですね。さて、アメリカからタダで物資がもらえるプロジェクトフラでしたが、昭和20年9月で打ち切られてしまいました。せっかくアメリカまで来たのに、ソビエトの船は帰れと言われてしまったのです。そこで船頭さんは港から出て帰るふりをすると、ペンキで船の名前を書き換えました。戦争も終わったことだし、しれっと日本の船になったのです。こうして船頭さんは日本の船として、アメリカと密貿易じゃない普通の貿易を始めましたとさ、めでたしめでたし。ちなみにこの船が第一カニ公船です。カニ公船といえば日本の話が有名ですけど、実はソビエトは日本を上回る世界最大のカニ公船運用国です。この第一カニ公船は昭和3年に日本の船をソビエトが購入して運用を始めた元日本の船です。こちらが第二カニ公船の写真です。実はソビエトの新聞にはかなりのカニ公船の写真が残っています。カニ公船の中でも面白いのが、3つの名前を持つ第五カニ公船です。この船はソビエト共産党の政治局がつけた政治的に正しい名前、ポリコレネームとも言うべき名前では、アナスタス・ミコヤンというソビエト共産党の偉い人の名前が付けられていました。そして、日本との戦争で海軍に徴用された時は、クラスネイオ・オクチャブリスカヤ、赤い10月号という名前が当てられていましたが、この時、特に名前を書き換えたりしなかったので、そのまま、アナスタス・ミコヤンの名前で戦争に参加していたらしいです。この写真は撮影が1946年になっているので、多分戦争が終わって海軍からカ
谷光線を運用していた会社に返還された頃の撮影だと思われます。さて、この11隻の谷光線が戦後どうなったかというと、さすがにあちこちの国から買い集めた中古貨物船を改造した船では限界が来たので、1960年代に全て最初から谷光線として建造された新型船11隻と置き換えられました。その1番目の船ネームシップは谷光線で大成功を収めた大臣の名前を冠してアンドレイ・ザハロフ、11隻の谷光線はアンドレイ・ザハロフ級という名前が付けられることになりました。そして21世紀2023年現在、ソビエト改めロシアの谷光線がどうなっているのかというと、この船が2022年に操業を始めた現在の最新鋭の谷光線です。皆さんの中には正月に食品売り場でこのような茹でた冷凍ガニを見た人も多いと思います。裏面をよく見ていただくと原産国がロシアになっていますが、これを作っているのが先ほどのカニ光線なんです。現代のカニ光線はカニの缶詰ではなく、取ったカニをこうした足などの食べられる部分だけ取って、それを茹でて冷凍して塊にしたものを生産して、そのまま冷凍船で輸送して日本に持ち込んで、このようなパックに詰められて市販されるものになっています。これが現代のカニ光線が生み出している商品なんです。ソビエトからロシアに続くカニ光線はこのように日本に輸出したりアメリカに輸出したりして大量の外貨を稼ぐ稼ぎ頭でした。そのためカニ光線の従業員は大変に給料が良く、憧れの職場だったのです。しかもソビエトのカニ光線は日本よりもはるかに船が大きく設備が近代的だったので、普通に二交代制で働いていたので、日本と同じように朝から夜まで1日20時間操業してはいましたが、普通に二交代制で1日10時間労働です。残り1日14時間は普通に寝たり遊んだりしてたので、非常に労働環境は良かったそうです。実際にカニ光線の監督と言われる日本でなんだかひどい言われようする人たち、実際にこういう人たちは船頭さんって言うんですけどね、面白いことに日本語由来の外来語でソビエトでも船頭と呼んでました。そう、そしてカニ光線の船頭さんたちはどうなったのかというと、莫大な外貨を稼ぎソビエト経済を支えた労働英雄として表彰され勲章をもらっていたりします。そして稼ぎ頭だった船頭さんの中には、後にアンドレイ・ザハロフ級のカニ光線の一隻の名前になった人たちもいます。というよりアンドレイ・ザハロフという人自身がこのカニ光線で稼ぎまくったソビエトの大臣だったりするわけなんですよ。そんなわけなんで、ソビエトではこのような1967年にカニ光線の記念切手が発売されたりと、日本とは全く逆の扱いを受けているというちょっと面白いお話です。ところ変われば評価も変わる、国も時代も違えばカニ光線はいいものだったというちょっと変な話で終わります。どうもありがとうございました。